信じられない状況に。こんにちは。別国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。本日のプロローグは、ゴールドマンサックスがレポートの中で発表した最新データから始まります。この最新データでは、6月22日現在、ヘッジファンドが過去10日間の中で9日間売り越しているというデータを公開してきました。ちなみに世界最大のヘッジファンドは、レーダリを率いるブリッジウォーターアソシエイツですが、ヘッジファンドとは買いも入れますが、下落局面では途方もない額の売りも入れる ファンドのことですこのチャートは黒が米国の株式で青が欧州で黒の米国株だけ見ていただきたいのですが米国株がオーバーウェイトであれば上昇しアンダーウェイトであれば下落するプライムブックのチャートとなっていますこのチャート上でここ最近下落が異常な状態で過去10日間のうち9日間で売り越す事態となっていますこれはゴールドマンサックスがプライムブックの調査をしてから過去最悪のレベルにいるということが分かりました今米国で何が起きているのでしょうか本日 本日の物語の入り口は、クレジットカード爆弾についてですが、ほとんどの方がクレジットカード会社がこれから何を仕掛けようとしているのかご存じないと思います。まずはその部分を解説してから、その後でなぜこの業界において経済に深刻で壊滅的なダメージを与えていくのかを定量的に解説していきたいと思います。本日の物語は、クレジットカードの金利は平均20.69%と過去最高だが、依然として0%のオファーも利用可能だと専門家は話しています。信じられないと思った方、 あなたの耳も目も目正常に機能しています信じられないと思いますが、もう一度言いますが、クレカの金利が平均で20.69%なんです。100万円借りたらその瞬間から120万円以上を返済しないといけないのが今のアメリカの実態です。いくらデッドベースマネタリーシステムで借金によって経済が回っているからと言ってもさすがにこれは異常です。それでもこの金利を支払ってでも生活に困窮している家庭が米国では存在しているということです。米国に住む友人と話し でもまあそんなもんだよ」と言っていました。 ただ、闇が深いのは FRB や財務省が今は経済が順調で消費者も底堅いと言っている点です。だって消費が底堅いからソフトランディングも可能だという主張をしていますが、消費者は預金もなくなってリストラも少しずつ進む中、クレジットカードの借金に頼らざるを得ずに、こんな場が高い金利を支払ってでも生活費が足らない状況を底堅いと言っているんです。確かに物価が高くなっている中、生活必需品が買えなくてもクレジットカードで借金ができれば米国の消費は増えます。 実際これまで米国というのは借金によって経済を回してきた実績があるので借金をすること自体にそこまで違和感はありませんそこは日本人である我々からすると違和感しか感じませんがそれでもこの20%を超える金利は異常以外の何物でもありませんしかもこれから学生ローンが再開してこれまで生活費にプラスして毎月の返済が始まるという時にこの20%という高金利の時代に突入したんですもちろん来月もしかしたら経済崩壊が起きたら金利 は引き下げられますがそれはそれで消費者にとってはさらに厳しい事態となります要はここまで金利が上昇してしまうと経済が崩壊してもしなくても消費者にとっては最悪の道しか残されていないということです米国経済の7割は消費者によって支えられていますのでここが崩壊すれば米国の株式市場を含む全ての市場も共もずで崩壊していくことになります中央銀行は昨年以来10回利上げを実行してきましたがこれは1980年代初頭以来の引き締め ペースでありこれによってクレジットカード金利は史上最高値を更新することになりましたアナリストは FRB が利上げキャンペーンの一時停止ボタンを押したとはいえ累積的な影響はとんでもないものになると述べていますこの動画を聞いている方のほとんどの方は利上げ停止を喜んでいるかもしれませんがそれは投資家だけであって一般国民は全く喜んでいません特にクレジットカード使用者からすると今の状況はむしろサウナに入れられて出たいのに出させてくれない状況と同じです金利は決して で下がったわけではなく、一時停止になっただけで、さらに今後、サウナの温度は上昇する可能性さえあります。そして、基本的に政策金利の上昇が実体経済に及ぼす影響は、だいたい半年から長くて1年程度と言われていますので、その間、リストラがさらに横行するかもしれませんし、賃金はさらに下落するかもしれません。そんな中、クレジットカードの金利は現在、平均で20.69%にまで上昇しているのです。この金利は FRB が政策金利を上げればさらに上昇するので、 今回の FMC にて利上げはスキップしたことで今月のクレカ金利はもう上昇しない可能性はありますが消費者が現在感じている高いクレジットカード金利がすぐに解消されることはありません金利だけならまだいいのかもしれませんですが今は先ほども申し上げたように家計にとって非常に厳しいタイミングです物価も高騰して失業者数もじりじりと増え出してこれまでの利上げの影響が少しずつ実体経済の中で表面化しつつありますちょっと前まで失業保険新規申請件数はつまり新 ででで失業しししたたた人人人のの数数ははは1週週間で20 26万万を切っっててていいいままがが今にに増えていきき先週の最新情報では26万人という数字が普通になってきました我々日本人の感覚からするとこんな状態でこんな金利の借金なんてするわけがないと思うかもしれませんがこの状況でもアメリカ人はどんどんと借金を増やし続けているのです信じられないと思うかもしれませんがこれがアメリカの実態なんですそしてバンクレートのレポートによると借金残高も増えていますが何よりもクレジットカ 所有者ののほぼ半数が毎月クレジットカード負債を抱えていいるという状況です今時、クレジットカードを持っていない人なんてほとんどいないと思いますが、ざっくり推定で米国の1億人以上が借金を背負っている見積もりになります。ですので、現在アメリカ人にとって、高コストの変動金利債務の返済は、家計にとって緊急の優先事項だと言われています。そんなことを緊急の優先事項にするなら、最初から借金なんてするなよ、と思うかもしれませんが、それがアメリカの文化なんです。狂ってると思うかもしれま 日日本本ももももも同じことでです日本人は借金がががが嫌いいいかかしれれませんがそれでも給料も上上らららななだから物価も上がらない,いや、なんなら給料も上がらないのに物価は少しずつ上がってしまっている。日本円なんてどんどん弱くなっているので、その安くなった日本円を一生懸命貯金することになっているのは文化だからですね。これがいいかどうかは人の価値観だと思いますが、アメリカ人や他の先進国からすると狂ってると思われても仕方がないことなんです。話が脱線したので元に戻しますが、アメリカ人は今でも借金をすることで、 物価高騰を乗り切ろうとしていますがこれによって消費も支えられていますですが今の借金額は次第に増えている状況でクレカの上限額をどんどんと上げている中どこかで限度額に達する可能性がありますその時こそ消費が急に止まる時で国内最大の市場である小売業界の売り上げが急落して堅調だった経済が急に崩壊するタイミングでもありますこのチャートはクレカやリボ払いなどの消費者ローンの額を表していますアメリカは人口も増えていますし物価も上昇 しているのでこの消費者ローンが右肩上がりになること自体はいいのですがそれでもここ最近の上昇速度はこれまでのどのタイミングと比較しても尋常ではない速度で上昇していますその額はついに1兆ドルに達しました多くの経済士が報道している利上げによって経済が崩壊しているという説には異論を唱えてきた私ですが frb の利上げが大きく影響する市場があるとするとそれはリボ払いなどのフレカの金利です毎月の支払いがその分増加するためここに関しては 大きく影響しますここに関しては消費者としては非常に苦しくなっているのが現状ですが、それ以上に物価が高騰しているため、消費というか借金せざるを得ないというのが今の実態となっています。今朝のライブでは軽く触れましたが、パウエル議長が議会証言の中で、今後数ヶ月において利上げを実行する用意があると述べています。これによって短期金利は上昇しますが、本音は長期金利も上昇してほしいのです。 議会の中でも、前回の FOMC でも申し上げていた通り、彼にとっても FOMC にとっても、今の喫緊の問題は根強いインフレであり、この目の敵にしているインフレコートを下げるためには、経済を崩壊させることも意図はないスタンスです。そしてその目的を実行するために、FRP が実行できるたった2つの方法は、QT、量的引き締めと、利上げのみです。忘れてはならないのは、先日の動画でも解説しましたが、FOMC に出されたターミナルレートです。市場がどう思うが、アナリストがどう言おうが、 サマネリオーーーエコノミミッククプロジェションズ通称 sep でではここれれまままターミナルレートをを5.1% 5.6%と言ってききししたたがこれをに引き上げましたつまり今からさらに50ベースポイントの利上げが今後もあるということで先ほどのクレカの平均金利は20.69%でしたが今後は21%を超えることになりますもちろんこれはあくまでも平均金利ですのでもっと高い金利が要求されるクレカもあれば低いものもありますが全体的には消費者が苦しくなる方向に 行くのは間違いありません数字の整理だけしておきますが今のインフレはコアでもせいぜい5%前後でつまり1年前からものの価値は5%しか上昇していません一方借金大好きアメリカ人は車や住居などのローンでどっぷり借金付けになっていますこれらローンの金利は政策金利以上の金利となりますので7%とか中には10%の金利もありますし忘れてはならないのが学生ローンの支払いも9月から復活しますそして極みつけのクレカの借金では20% を超えるるる金金金利利ががいいていますので今ののので今アメリカ人は物価高騰以上に借金の金利に借よる損害の方が大きくなることがわかりますこの損害が加えられる期間は絶望的で CME、フェドウォッチャーの市場予想としては年内の利下げはないとの見方ですので年内にこの絶望的な期間が終わることにはなります。昨日の議会証言の中ではリセッションについてはできる限り発言を避けていたように思えますがこの状況を考えるとリセッションはもうすでに時間の問題であると考えざるを得ません。このチャートは青が cpi のの物価指数数数でででで左軸軸赤が失業保険新規申請件数で右軸の対数表示で示したものですこれから物価が下落することになりますが,実際,落が下落実際物価が下落する方向で株価は上昇していますが問題はこの時失業者数がどうなるのかということですこのチャートの矢印のように大きく CPI が上昇した後の下落する時に失業者数の動きを見てみてください毎回 CPI が大きく上昇した後の下落する時というのは失業者数が増加することに なります考えてみれば当たり前なんです。だって CPI が減少するということは、経済の中で需要が減少するのと同じで、そうなってくると消費がされなくなり、企業の利益も減少し、賃金の低下が進んだ後、リストラをすることで失業者数は増加するんです。そのトリガーは別問題としても、青の CPI が下落するということは、赤の失業者数が増加するということで、これが毎回起きています。1990年のリセッションでも、2000年の IT ショックでも、2008年のリーマンショックでも、2020年のコロナショック ックでも毎回同じことが起きていますそして今回2023年すでに物価が下落し始めていて赤の失業者数もそれに遅行して上昇しつつありますこれからさらに物価は下落することになっていますので金利がどうなろうとも今後も失業者数が増加するということですですので失業者数が上がらずに物価だけが下がるというマジック通称これをソフトランディングと呼んでいますがそんなことは不可能なんですこの傾向はそのうち労働市場に打撃を与えて完全に労働市場が崩壊するまで続くことにな なるんですこのシナリオでいけば、これまで2000年の IT ショックや2008年のリーマンショックのようになると思うかもしれませんが、あの時でさえクレジットカードの金利は20%にまで達していませんでした。消費者の弱体化はこのデータを見てもわかります。これはカジュアルダイニングの売上推移を示したものですが、白がその売上で5月の最新データでは、今年になってからどんどんと下落していることがわかります。ここで言うカジュアルダイニングとは、チーズケーキファクトリーやテキサスロードハウスなど、ゆったり個室で食事が楽しめる場所を指します。一方 一方で、ファーストフードなどの安価な外食チェーンでは、同じ時期で比べると、下落している一方で、その下落の仕方は、なだらかで2.94%となっています。ここでいうファーストフードとは、マクドナルド、バーガーキング、ウェンディスなどのカジュアルダイニングより安価な外食チェーンを指します。つまり、消費者が高額な外食チェーンより安価なファーストフード店にシフトチェンジしている様子がわかります。物価高騰の煽りを受けて、今後も引き続き消費者の需要がさらに減退していくことを示唆しています。そして、消費者が 弱体化しているもう一つの要素として、ウォールストリート、ジャーナルの昨日発行された記事で、fedex の四半期売上が10%も下落という記事が舞い込んできました。記事の冒頭では fedex が決算を発表し、3。四半期連続で売上が下落してしまったという風に書かれています。原因はウィーカーディマンドと言われていて、経営者側はもちろん経営上の問題ではなく、発想に技術的な問題があったと説明していますが、明らかに全世界で消費需要が落ち込んでいることが。原因 でであるとということは明白ですなぜなら、三四半期連続で下落していると書かれていますが、三四半期連続で配送上の問題が発生するわけがないからです。この記事は非常に重要で、フェデックスの売り上げというのは経済の先行指数と言っても過言ではないほど重要な指標です。景気が良くなると人々はよく発送しますが、景気が悪くなると発送を取りやめる傾向があります。フェデックスの売り上げが落ちてきたというのは、リセッションの前ではよくあることですが、今まさに崩壊が始まっているという状況 発想だけではありませんが、これは人々が消費を抑制しているという証拠なんです。これは外食産業でも見られますし、貯金が尽きてきてクレジットカードの借金に依存し、生活必需品を購入しに行っていることからも、景気が次第に少しずつ弱体化していることがわかります。FEDEX のチャートを見ればわかりますが、S&P500 よりも先行して動いているということがわかります。このチャートは、ローソク足が FEDEX の株価で、実践が S&P500 株価指数の動きを示しています。これを見ると毎回ではありません。 が基本的に FedEx が先行して S&P 500が追従していることがわかります。特に2021年の年末でピークをつけたのは S&P 500では12月でしたが、FedEx のピークは5月でした。つまり半年も前に FedEx がピークをつけていることがわかります。理由にもよりますし、絶対ではありませんが、毎回このようなことが起きる傾向があります。そして2023年はというと4月からもうすでに FedEx は下落し始めていて、5月は陰線になっていることと昨日発表された売上低。 を考えるとやはり世界中で消費の需要が落ちていいるということが推定されますこの需要低下は今の AI バブルの裏で粛々と進行している状況でこれが表面化してきた時その時こそ動画の冒頭でお話した売りを仕掛けてきているヘッジファンドが今後さらに大量の売りりを仕掛けてくるタイミングとなります最後に混沌とした米国経済ですがこのような暗雲の立ち込めている世界経済の中でいいニュースもあります。 テスラを含むナスダック100銘柄はとんでもない高値圏にいますが今後ナスダック100に入るかもしれない上場前の銘柄に投資できたらいいなと思った方はいらっしゃられないでしょうかそんな方々にのみ紹介ですが世界の有料なニコン企業に投資できるファンド非常上 .com に新たなファンドが募集されましたこの新たなファンドはこのチャンネルをご視聴の皆様ももちろんご存知の企業だと思いますがもちろん私も投資しています上場前のニコン企業にはメタ、ウーバー、パランティアなどのように多くの機関投資家が上場前 に投資した銘柄は上場後に爆上げしましたがこのような上場前の銘柄に投資できるのが非上場ドットコムですお金入れなくても無料の登録さえしておけばどんなところか見ることができます、まあ、このような企業は大きなリターンが見込めますがそれと同時に大きなリスクもありますので余剰式の中でサテライ的な感覚で検討してみてはいかがでしょうかそして株や債券以外にもポートフォリオを分散させていきたいかつ金利は安定して5%程度は欲しいと思う方もいらっしゃると思いますそこで不動産 投資のクラウドファンンディングを紹介していいいきたいと思います皆さん、金持ち党さん貧乏党さんのロバート教席さんの本を読んで、不動産投資やりたいと思ったことはいますでしょうか。でも、不労所得って響きが心地いい一方で、敷居は高いですよね。まず物件を探すところから始めて、大金はたいて買ってそれを貸し出して、変な人に借りられたらみたいないろいろ倒くさいことがありますが、何よりもめちゃくちゃお金がかかるので、銀行からの融資をもらったりしないといけない。ただ、今回紹介する不動産投資のクリアルでは、そんな面倒くさいことをすべてすっ飛ばして、想定率 り4かからら5.5%を1万円からネットでで不動産投資できますクリアルは上場企業が運営している不動産投資型のクラウドファンディングです無料の簡易登録をすれば第三者が査定した不動産の鑑定評価額も見れますので不動産投資の初心者でもできますそもそも不動産のプロが厳選した資産価値の高い物件を取り扱っているのでサービス開始から現在まで元本割れはありませんもし気になる方は概要欄にあるリンクから 会員登録をして、どんな物件があるのか見て検討してみてください。先ほどのこの非常ドッ c o m は、ここに概要欄の中にリンクを置いております。今回解説したような記事は、すべてムームー証券から速報が出てきましたので、まあ、もし興味があれば、このムームー証券、速報が見れる、お金入れなくても速報が見れるサイトですので、投資講座プラットフォームですので、検討してみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。